次はです、ねえー、スパイクもそうですけれどもジャンプ動作も、えー、分割をしたトレーニングに入っていきたいと思います、えー、最後のステップでスパイク打つ前のステップで最終的に地面を蹴るつま先このつま先のこの,この動きを使ったトレーニングをいきたいと思います、えー、やり方はです、ね、手を頭で組んでもらってできるだけ膝を曲げない 伸ばした状態でつま先だけのジャンプをしていきますではやってみたいと思いますじゃあもう続けていきましょうはいはいありがとうございます、えー、でこの際気をつけてほしいことはやはり、えー、慣れないジュニアの子たちはどうしても膝がこういうふうに曲がってしまうと思いますのでそうすると、えー スネの足首のキックをしてこすねの最後の筋肉というものが意識しにくいと思いますので必ずジャンプは小さくても構わないので、えー、絶対に膝を伸ばした状態でしっかり蹴る,しっかり蹴るで,できる人はその状態を強く蹴っていくということを意識してもらうようにしてください。